龍が様。ブー。はい。というわけでやってまいりました。こんなにあるよ。クリスマスかっていうぐらいいっぱいあるんですけど、まずこの辺からいきます。仮面ライダーゲイツのソフビです。あのジオウの2号ライダーですね。これもうちょっと色彩なんとかなんねえのっていう感じがするんだけど、後ろ見てください。後ろ衝撃的だよ。すっぱだかかっていう色濡れよ。手抜きすんなよ。昔のさソフビの方がさちゃんと色塗ってあったぜ。あと後ろに名前が書いてあるからよかったね。ああそうだよね。そういうとこね手抜きすんなよ。はい、それでこれがあのあれす仮面ライダージオウの変身ベルトで、それを買うとこのクローズライドウォッチ開けた方がいいかな。開ける？開けなくていい？これどの辺がどうなってんのかちょっとさ顔がわかんないからさ。え？その色合いって、はい、ガイも思い出しませんか？あーそうだよね。ねでもこれクローズだぜ。ガイムかと思っちゃう。確かに。え、ガイムのライドウォッチって多分もうちょい黄色だっけかね。これはね、あ、これがだから2017でドラゴンのマークーでカチャーンってやることでほらこうだったのがこうなるわけです、はい、でそっちのくるくる回ってるのはなんすか。これはアンコキーヌとシャドウムーンのコラボの時計です。これガーってガー言ってる？ガー言ってる？ガー言ってる？言ってます。はい、っていうね、あの音がどう出るかとかはあの多分鳴らす人がいっぱいいると思うんで、その辺は紹介してくれる人がいっぱいいると思うんで、あんまね開けたくないんだよコレクションとしては。だからね、あこれがはいはい、ゴースト、じゃあライドウォッチフォルダーにゴーストライドウォッチがついてますってことで、こういう向きとこういう向きとでこういう向きのこういう向きのこんな感じです。で、開けるとどうなるかっていうと、まずこんな風になってまーすと。はい、でこうなって、これはこの向きがゴーストでしょ、うん、でこういうこと。あ、ほんとだ。少々お待ちください。この辺でも撮っててください。どういう向きだ
右腕でどうなるの。返信に少々お時間がかかります。はい、こんな感じです。例えばまあ適当にいきますけど、こういうことですか。へー、こういうことですか。それ子供がつけたら腕埋まっちゃう。本当だよな、ね、ホンダは両手だけど、これ時計が2個ここって来てんな。すげえな。こういうことでしょみたいな。はい。それ重いんですか。意外とね。いやさ、このベルトのこの柔らかさに対してここが重くなるじゃない。ちょっとバランスがやっぱ。それ子供一人でつけられなさそうですね。そうだね、そうだね、ちょっと大変だよね。お父さんお母さん頑張ってください。頑張ってください。あ、これですけど、はい、こんな感じです。あれ、なんかさ、うん、あ、そうなんですよ。これ前にあのクラゲっていう釣りをしましたけど、うん、あの時空ドライバーの箱あったじゃん、うん、あれと違うのがこれ時空ドライバー&ライドウォッチホルダーセットなんで、あのドライバーとウォッチとホルダーが全部セットになってるやつです。これなのでちょっと横長です。でこんなんなって、うん、こんなんなってこんなんなって、うん、で、こうでしょ、うん、で、こうです。開けてみたいと思います。あれ置いてねえじゃん。ちょい大変。こうでしょ。で、こうなってます。ふーとか言ってる。ベルトです。ガシャン。ん？どっち向き？こっちか。はい。変身ポーズ考えてみてください。考えるってどういうこと？
どう変身するか。はい、変身ポーズ。ちょっと待ってね、これどうやって出すんだよ。思いつきで。あー、ちょっと待って。全然思いつきで。思いつきで。まずどういう、どうつけてどうで変身なのこれ。カンニング。なんかポーズつけてからお腹にカシャって。普通さ、え？え？いや違う、なんかお腹にカシャ、なんだこれ。時空ドライバーにセットするらしいよこれ。え、でもさ、普通さ、こうやってつけてガシャってなってから、はい、なんかポーズ、はい、ポーズ。え？変身。変身。わあ。ワープじゃん。ワープじゃん。っていうね。うまくごまかしたでしょ今。俺。俺ながらうまくごまかしたと思うよ。やないです。これまた同じような感じなんですけど、まあこういう感じで。で、そうライドウォッチを、あ、ライドウォッチなんですけど、これでしょ。はいはい。こうなってて需要を。で。こういう風になります。ライダー。ライダーになってます。で、こっちのゲイツがこうなってて、かっていいな。はい。って感じです。で。違う。こうか。うん。取れない。なんて取んなこれ。まあいいや、こんな感じです。で、そのフォームチェンジするときは、これのこの間のビルドです。うるさいよ。ベストマッチ。クリボトルで変身する天才ライダーは。ビルド、ビルド、ビルド。ビルドだ。わかった。ビルド。これが、こっちに、来るということですね。あ、これ回るんでしょ？じゃあそのまま変身してみましょう。お、おお。本当だ。こうなるよね。アーマータイム。ベストマッチ。ビルド。はい。っていうわけで。こんな風になるんだって。はい、そういうわけで編集点を作ったっぽいことしてるけど、こんな感じだそうです。あとまああの、はい、音声ありでやる人はたくさんいると思うんで、紹介動画、まあ、俺はこんぐらいにした方がな、あんまりね、手垢とかつけたくないんで。まあ俺指紋ないですけどね、はい、そういうわけで。これだからほんと電池入れるとなんか年号が光ったりとかあるみたいだけど、それは2個目でやろうかな。1個目はあんまりね、使いたくないなっていう感じです。
そう。この腕につけるときとさ、ここにつけるときの別にライドウォッチも。で、腕につけとくのはその他のフォームになるためのこうストックってこと？多分。わかんないよ。透けて人のこと言ってるけど、あのあれじゃない？シフト感の時の腰にこうつけてんのと同じような感じで。腕のじゃん。で、こうやってやってカシャンってことでしょ。はい、わかりました。腕、この向きでいいんだよね。こうなったときに出っ張りがそっち側、うん、そうか、自分で見るんだもんね、時計だからね、こうやって。はい、わかりました。おっしゃった、おっしゃった、またクイズ出されるかと思った。で、そういうわけで、次回は何をするか全然決まってないですけど、またいろいろやっていきたいと思います。これですか。じゃあおー。